直径30メートルのパラボラアンテナ沖縄宇宙通信所は沖縄県女村に位置する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の施設人工衛星の追跡完成を主な業務としている沖縄宇宙通信所は1968年2月科学技術庁宇宙開発推進本部の沖縄電波追跡所として発足した 1969年10月に宇宙開発事業団の発足とともにその一施設となり2003年10月にナスダを含めた3機関の統合により沖縄宇宙通信所も JAXA の施設となった打ち上げられた人工衛星からの電波を受信し人工衛星の軌道や位置、姿勢、搭載している電子機器が正常に作動しているかどうかのデータを つくば宇宙センターに送信している。また状況に応じて衛星に対するコマンド電波を送信する。展示室は入館業務量で入ることができ、科学技術習慣及び宇宙の日には施設の特別一般公開が毎年行われている。総敷地面積は約6.0万平方メートル。敷地内には包括的核実験禁止条約の大気放射性核し観測施設がある。 ありがとうございます。